米国からメキシコにかけての主な戦士時代の文化圏アドベでできた区画条件造物 T 字型の入り口パキメシツドの袋継承多彩式壺 AD1280 から1 4 5 5ごスタンフォード大学像パキメシツドのラモス多彩式の幾何学分無形壺スタンフォード大学像パキメシツドの多彩式人物継承壺スタンフォード大学像 パキメは、メキシコ北東部、チワワ州に残る先コロンブス期の高校遺跡である。州とチワワの北西、約240キロメートル、ハノスの南約56キロメートルのカサスグランデス川沿いの開けた、肥沃な渓谷に位置し、州北西部の高校遺跡地帯の中では、特に重要なものの一つとみなされている。北米のプエブロ文化とメソアメリカの先住民文化の、 交流を証明する点などに価値があり、1998年にはユネスコの世界遺産リストに登録された。スペイン語で大きな家々を意味するカサスグランデスという名でも呼ばれるが、そちらは現在では所在地の地方自治体カサスグランデス市の名前にも使われている。この市は近隣のより大きな自治体ヌエボカサスグランデスとは別のものである。 一体に人が住むようになったのは8世紀頃と推測されている。この頃に現在の米国ニューメキシコ州のあたりに住んでいたモゴヨン人が南下してきたのである。時期区分はいくつかあるが11世紀半ばか12世紀半ば頃まではアドベを使った草ぶき屋根の縦穴住居で暮らしていた。この時期はブエナフェ賞とも呼ばれる。それ以降十四世紀頃までに集落は 飛躍的に拡大し、建築様式も劇的に変化した。この時期はパキメソウとも呼ばれる。アドベを使ったアパートのような区画割りされた住居群が建てられるようになった。屋根には松の板や泥を使ったものになり、壁は白く塗られるか彩色されるかして仕上げられるようになった。入り口は頭でっかちな T 字型で、加担が上端に。 この奇妙な形は外敵の侵入を警戒した結果とされている。最大の集落は京パキメナイ市カサスグランデスとして知られている。それは最初、広場を備えて周囲を壁で巡らせた20かそれ以上の住居群のグループとして始まった。これらの1階建てのアドベの住居には共同の推理システムが存在していた。考古学的知見に基づきパキメには 地下の下水道、貯水湖、括弧向けの水路、汚水システムなどを含む複雑な水利システムが備わっていたことが明らかになっている。この頃のパキメはトルコイシ、塩、銅、陶器などの交易を大規模に行っていたと推測されている。アドベの建築物は北米のプエブロ文化との共通性を感じさせるものであり、よく似体積は米国ニューメキシコ州のヒラや、 サリナスプエブロ近郊のほかコロラド州にも残っており、いずれもモゴン文化の文化グループに属するものである。他方で、アイ字型のメソアメリカ式の球技場やケツアルコアトルの図像なども見つかっており、幅広い文化的影響が反映されている。特殊な工芸としては、銅製の金や装飾品、海の貝類に由来するビーズ製品、陶器などが挙げられる。それらを作る技術は、 広範な交易網を通じて広まった。パキメの遺跡にはいくつかのあだ名がついた部屋があるが、井戸の部屋では大量の貝殻が、かまどの部屋ではメスカルの製造跡が見つかっており、グアテマラの混合インコの羽などとともに広範な交易網の存在を裏付けている。混合インコの部屋では122羽もの鳥の骨が埋葬されていた。パキメの陶器は白ないし、 赤みを帯びた表面で青、赤、茶、黒などの彩色がなされており、現在の同じ地域の陶器よりも優れているものも見られる。容器類はしばしば彩色された人物をかたどったものになっている。パキメの陶器はメキシコ北部で広く取引されただけでなく、現在の米国ニューメキシコ州やアリゾナ州にあたる地域でも取引された。パキメの陶器に関する大規模なコレクションは、 現在、米国ユタ州のブリガムヤング大学の人間文化博物館が保有している。その最盛期は14世紀から15世紀初頭と推測され、その頃には1万人の人口を要していたと考えられているが、その後急速に衰えていき、入植したスペイン人たちも一体については小さな農業集落の存在に触れているに過ぎない。 学術的な発掘は1920年代に始まったが本格的になるのは1950年代末以降のことである。世界遺産に登録された1998年の時点ではまだ全体の20%が発掘されているに過ぎなかった。パキメの高校遺跡は1972年の文化財保護法で保護され、1992年には パキメ広告遺跡地域という保護区域が設定された。メキシコ政府はこの物件を当初世界遺産の暫定リストに掲載しない状態で1989年に推薦した。これに対してアイコモスは暫定リストに掲載されていないことや比較研究の不足を理由として1991年5月に登録延期を勧告した。その後、 メキシコ政府は1997年6月付で推薦書を再提出した。これに対するアイコモスの勧告は登録で1998年の第22回世界遺産委員会で正式に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。具体的には基準は北米から中米にかけて さきコロンブス期に展開されていた文化的交流や交易に関する優れた例章である点が評価されたもので基準は北米におけるアドベ建築の発展形態をとどめるだけでなくメソアメリカの建築様式との混交が見られる点が評価されたメキシコ政府は基準との適用も申請していたがこれらはアイコモスの勧告の段階で否定されていたなお基準の適用をめぐっては 世界遺産委員会の場で、委員国から可能かどうかという疑問が提された。基準は、以下の通りである。これについては、伝統的生活が減損していることが条件であって、すでに放棄された集落である。この物件の正式登録名は、アーキアロジクルゾーンオブパキメイ、カザスグランデス。ゾーンアーキアロジケイデパキメイ、カザスグランデスである。その日本語訳は、文献によって、 以下のような揺れがある。ありがとうございます。